おいっす、こんにちは、めゆりです。今回はチャレンジダンジョンレベル10天才読みで挑戦していきたいと思います。最初目覚めが降ってきます。エルゲヌビじゃないわ、もういつもエルゲヌビっていうエスカマリで上書きします。こんな感じでいいかな。はい、6コンボあれば、まあちょっとキラーが刺さってるけども。で、最初は 99% 減なんで、もう適当にお邪魔処理だけで済ませてあげて、ちょっと闇も消えちゃったけど。で、コンボが、ここを転生読みの方で上書きします。あとはコンボを多少してあげれば突破できると思います。まあ、この次の盤面にねちゃんと5個あってほしいんで、遅延が来てスキルが使えない場合があるんでね、まあ、これで読みドラはまあなんとか使えるんだけど。でまあここワンパンして突破したいので、まあ早速行こうか。こんな感じかな。はい、で次がサクヤ。サクヤはもう一気にワンパンしにかかります。ちょっと毒も消しちゃおう。ちょっとお邪魔のせいでコンボがあんまりできないな。はい、で覚醒無効だよね。でまあ適当に殴って倒してください。闇がもったいない。でティターニア、まあ指が長くなってコンボ吸収が来る。まあおでドラで回復してあげて、まあ、陣があれば陣打ってもいいけど、自分の場合ないんで。まあ、とりあえず一旦、アテナで、様子見。コンボができ次第、まあ、突破できるかなって思うので。ああ、でも、これ振ってこないのか、お邪魔は。邪魔だな。あと一個。よし。はい、ってな感じで結構比較的楽にクリアできるかなと思いますので、転生読み持ってる方はまあいろいろ代用が効くとは思うんですけど、まあこのパーティーじゃなくてもいいと思います。まあこんな感じで立ち回れば楽にクリアできると思うので、ぜひクリアしてみてください。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。またツイッターもやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンをクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。